熊本県立最最校高,高等学校。熊本県立生成校高,高等学校は、熊本県熊本市中央区黒上二丁目にある、公立高等学校。学校名は、指教の一節、最最たる他士、文ネーンズから取られている、校は、学校を意味する。そのため卒業生を、他士と呼び、現在でも、校長を、校長、校門を、 公門などと表記する伝統がある。生成校、律希校とも表記する。ちなみに校長院には、熊本県立生成高校等学校長とある。校は、非常に画数の多い難事であり、野球部が甲子園に出場した際、甲子園球場のビジョンに映し出される、本日の試合結果の公明表記が、第3試合まで、ゴシック体表記だった、時代。 1984年から992年に最最高となっていたことがある。病状体による表記は可能。現在、以下の教育方針が定められているが、いずれも明治以来の参考量、八条目がベースに存在している。正倫理名大義、倫理を正しうし大義を明らかにす、十連地ぶり元気、連地をおもんじ元気を振るう、磨く知識新文明。 知識を磨き文明を進む。一、生命人愛合剣の三徳を、おめむもって人格の完成を期すへし一、後期アルガ校の歴史二冠見もって、愛好の精神を発揮すへし一、皇帝の道を厚うし中愛の念を、徴用すへし一、指定の輪を十、自覚友の信仰教のよう、厚うすへし一、剣相もって、己を、持ちし令文もって、それの身を、 収むむへし一、規律の習慣をなお非工場の志を、総う始発分持って、それの号を、務む無へし一、交渉純血の上層を慣用し性格したの、知能を啓発すへし一、生成強権の未定を鍛錬し耐久級王の、気力を収容すへし、明治時代に制定された効果の歌詞は、非常に難解で、四拍子の曲が、途中に拍子、更新曲風に変わるという、 珍しい構成を持つ。1931年に昭和天皇が行行した際には、これを記念して3番が追加され、全部で5番となったが、戦後になってからは、歌詞の内容から、この3番が歌われることは滅多にない。また、恩式年念式歌、明治35年の第19回恩式年念大運動会で発表、岡野定一による創立記念式歌、明治45年、 効果と同時に、制定があるが、いずれも現在は歌われることはない。2012年夏に野球部が甲子園に出場した際、ABC テレビの中継では、効果成章時に、最最高高等学校校果ではなく、最最高効果とクレジットされた。2013年春出場時のガオラの中継でも、熊本県立最最高高等学校校果とクレジット。 スクールカラーは黄色で、学帽、学生服、本館には黄色、実際は山吹色に近いの線がデザインされている。このため熊本では、王線、絹線といえば、最最高の代名詞ともなっている。男子の制服は、学生服であるが、爪襟に白い襟カラーはつけない。以前は、生徒は入学早々から、部活の先輩などに言われ襟カラーを取り去り晩からな。 アイデンティティを自主的に表現していた。これは、他高では生活指導の対象だが、本校は、伝統として公認、かつノーカラーでの制服着用を促すため、襟の内側からカラーを止めるボタンを取り去った。このため、生徒ほぼ全員が、入学式から、カラーのない制服姿で参列する。制服の裏地には、交渉の大きな刺繍が縫い込まれ、胸ポケットの縁に着なせん。 桜が刻まれた金ボタンで前を止め、黒襟には、左に交渉、右に学年組章をつける。ただし、胸ポケットの木な線は、旧来からのものではなく、普段学生帽を被らない生徒が多く、一見本校の特徴が、制服上全く見えなくなってしまうため、新たにつけることになったものである。下記は、胸に、最細工と刺繍された白のカッターシャツに、 黒の学生ズボンという略装になる。女子の制服は、陶器はコンブレザーに緑ネクタイ。夏季はグレーのセーラーに白リボン。また、中間服として最最高と刺繍された紺のカーディガムを夏服の上から着ることができる。交渉、学年組賞は胸ポケットにつける。戦前の剣道部は全国制覇を何度も達成、想定部。 体操部、陸上競技部、ハンドボール部、水泳部がそれぞれ過去に全国制覇を達成している。野球部は1958年、昭和33年の第30回選抜高等学校野球大会での優勝を経験、熊本県勢唯一の優勝。水球部はインターハイ優勝5回を数え、多数のオリンピック選手を輩出している。また、ラグビー部、 クリームシチューも在籍が1998年、平成10年の全国高等学校ラグビーフットボール大会、花園に出場している。卒業式では、卒業生が最後に学生棒を一斉に投げ上げて退場するのが恒例となっているが、防衛大学校の卒業式を真似て昭和50年代に始まったものとされている。熊本電鉄バス、北4、北5。 北六、北九系統最最高前、男女友同さんがセンター入り口バス停、徒歩2分、熊本大学、旧制第五高等学校が隣接している。熊本県内で最も古い1879年、明治12年創立の高等学校。創立の中心人物である、熊本県氏族、笹友夫沢、は、日後熊本半々工事週間の出身で、 保守砂漠派の思想グループである学校等に属していたことから、1877年、明治10年、23歳の時、西南戦争に、熊本隊の池部吉十郎らと共に一番小隊長として、転戦。田原坂近くの吉獣峠で重傷を負い、同年10月、除属、懲役10年の刑を言い渡され、宮崎の監獄に収監された。ササは、獄中で、 青年指定の育成、教育こそ急務であると、通関、1879年、明治12年1月に、病気のため出国すると、同年12月、古小家門、高橋長州ら48名の同志と共に、熊本市高田原相撲町に、同心者を設立。見学精神を、皇室中心、国家主義とした。後に、同心学者は1882年。 明治十五年二月十一日、受教的要素の強い参考量を教育方針の中心に据えた再最,最高として発足。笹も自ら第二大校長に就任するかたわら、教育会だけでなく、政界、言論界にも熊本の保守本流として進出していくことになる。再最,最高は一九百一年、明治三十四年旧制熊本県立中学。 最最高、1948年、昭和23年新生熊本県立最最高、高等学校と変遷をたどり現在に至る。職域別、地域別にも同窓会が置かれており、熊本県内外に多数の人材を輩出している。累計卒業者数は4万人を超える。PTA は同心会と称して活動している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。